ベンタロン遺跡の外観ベンタロン遺跡は、ペルー北部、チクラーヨの郊外にある、約5000から4000年前のプレインカの寺院跡。モチェ文化のシパンからは、約 20km のところに位置する。遺跡の大きさは、約2500平方メートルあり、近くの川の泥より作られたアドベによって建てられている。遺跡の彩色壁が、2017年の火災で消失した可能性がある。 シパン王ボ,ボ博物館館長、ワルテル・アルバ氏が率いるチームにより発掘調査が行われ、2007年に黒鹿が網にかかっている様子が描かれた壁画が発見されている。この寺院より見つかった最色壁画は放射性炭素年代測定により約4000年前のものであることが判明しており、アメリカ大陸でも最も古い遺跡の一つに数えられている。遺跡は 主に三つの時代の層からなり、黒鹿の壁画は中層から見つかっている。最下層には円形の祭壇が見つかっており、その壁には上下に向いた魚の壁画を見ることができる。このことから、考えによる濃厚が始まる、以前の先時時代にはすでに狩猟、魚狼、採取の資源が豊富にあった、この地に人々が引き付けられていたことがわかる。また、 アマゾン地域のインコやサルの骨やエクアドル特有の貝殻などが捧げ物として出土していることから、この地域において太平洋岸地帯とそれ以外のペルーの地域との文化交流が盛んに行われていたことがわかっている。2017年11月12日に付近のトウモロコシ畑から出火した火災にア遺跡を覆っていた屋根が全焼。壁画や出土品などが損傷した。 ハーン、ケリー、オルディストテンプル、ミューラル・イン・ザ・アメリカズ・ファウンド・イン・ペルー、ナショナル・ジオグラフィック、2007年11月12日、遺跡で火災、4000年の歴史持つ壁画も損傷ペルー、CNN、2017年11月15日閲覧。ありがとうございます。